それでも来てない。あれなんかメンバーラインか。リバイバル。あ、いたいた。いたいた。これものせよ。お疲れ様でした。あれ帰っちゃう。あ、ありがとうございます。よし。お。配信をする。イエーイ。私は今ツイッターをしている。マジ猫。バイバーイ。にゃにゃ。猫って書く。猫ですって書く。充電を。ひなちゃんとさ、うん、ショールームさ猫 DS うんうん、なんか2人でその初めてだね。そうだよ、真面目な話になりそうだし、すごいいいよ。どうもどうも。あ、どうも。今日は猫、あ、コメント出すの忘れてたこんばんは。今日は猫のあれだった。そう、でもさ2期生2人だけだったんですけど、うん、気づかなかったんだよね最初私たちが2人だったことに。そう、あ、大きくしてる早速。え、違う、私が、あれ春がやってたんだっけ、うん、あ、ごめん、あ、そうだっけそう、文字の大きさね。うん、こんにちは。今日は公園でした。公園でした。昼夜やりきったね。ね、2公演でしたよ、うん、いや達成感がね、うん、すごいね2公演は。そうですね、体力もしっかり使いますから。そしてね、はい、夜はね猫ちゃんだったんだ。猫ちゃんだったんだ。耳が生えちゃったちょっとまだツイッター終わってなかった。いいな、これができる。いいな。え、これはさ、なんか繋いでるの？もうこれでギガみたいな。あ、うん、これも iPad だから、これはこれで契約してる。強い、うん、ネットに強い三浦ひな。そうです、パソコン代わりになるよ。パソコン私持ってないんだけどさ、まあ、パソコンほどスペックは高くないんだけど。スペック、ひなちゃんの猫耳はね、どうなってるんでしょうね。生えてきたんだよ。生えてきた、付き合ってるみたいだね。え、なんで？待って、ちょっと待って、どういうこと？何を見たいの？え、なんか、なんか何？かっこいいじゃん。え、なんか最近はるちゃんが変です。そうね。ね、はるのルームの人に怒られちゃうんだけど。昨日ひのちゃんの生誕祭があってから、うん、もう本当に私ひのちゃんに惚れ惚れしている。え、何？もうなんか本当に感動しちゃって。はい、ありがとう。ウェットティッシュ抱えとこ、この辺抱えないよ。猫なんかあるでしょ。猫あるよ。猫、猫。これね、劇場に大量に、なんか劇場の至る所にこの大量のアルコールタオル、大容量、大容量、大容量。でもこれさ、たまにさ、なんか抜けてるんだよね。こう下の部分落ちちゃって、うん、もう取れないみたいな。すごいどうでもいいあるあるなんですけど、劇場あるある。激アツだね、ファンの皆さんにとっては。え、誇りの丘の2曲やったらしいぞ今日、 AKB さんが。何やったんだろう、気になる。そうなんですか。マジ、え、珍しい。珍しいってか初めてレベルじゃない。そうなの。なんだって。ありがとう。なんかひなちゃんに、うん、人生相談とかするとなんか、うん、すっきりするという経験を2年前くらいにして。2年前、うんうんうん、その時はなんか友達がいないけど、うん、そもそも作りたいとも思ってないのかもしれない自分はみたいな心の整理を、うんうんうん、こうしながら、うん、ひのちゃんになんか、うん、いろいろな思いをぶつけながら、うん、なんか人生相談うん、乗ってもらったことがあって、うんうんうん、なんて言ったっけ私それ。
や全然覚えてない。多い。え、だ高校時代の時だよね。そうかも。てか私中学生だったかも。中学か。なんなら。なんか、うん、確かそのレイナさんとかアイナさんがアイドルでありながらも高校生ですごいその高校を謳歌してって、うん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 、なんか友達がたくさん、うん、なんかすごい楽しそう。私はでもどっちかにしかいられ、うん、何いられないと決めつけてた自分もいたみたいな、うん、はい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 。私なんて言ったっけね。まあでも今はちょっとまたね高校も卒業して状況も変わってるわけですよ、うんうん、なんか最近は、うん、その同い年の、うん、そのなんていうんだろう、うん、高校の友達はいなかったんだけど、いないんかい。中学の友達、うんうんうん、3人くらいとは連絡取ってる。はいはいはい。けどなんかなかなかそのお互いなんだろうな、私もその3人も、うん、そのなんか自分から、うん、その会おうとか、うん、するタイプじゃない。はい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 、分かるよ。から、うん、その会おうって言ったら日にちも決めなきゃいけないし、うん、場所も決めなきゃいけないし、うん、時間も合わせなきゃいけない、うん、3個も大変なことがあるんじゃないですか、はい、でもすごいこうそれもスケジューリングして、うん、もうこっちにポンってどの時間が空いてる、どの日が空いてるみたいなことしてくれる人っているじゃないですか、うんうんうん、いるね。そこまでして会いたいのかもわかんない。うん、まあ労力がかかるからね。そうです、うん、はいはいはい。でも会おうと思えば、うん、あ、そうなんです。いいよ、全然言ってて大丈夫。なんかそうこの前も結局その子と LINE して、うん、もうでもすぐめっちゃすぐ記憶つけてくれてすぐ返してくれたから、うん、しばらくポン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  LINE してたんですけど、うん、え、くまさんありがとうございます。あ、ありがとう。似合うくまさんです。私もありがとう。あとちょっと猫耳の解説するわ。すごい、こうなってるんだよ。ありがとう。こうなってる。いやなんかあの結局その子はめっちゃ幼馴染で、もう保育園の時から一緒の子で、うん、あ、そうなんだ。はい、小中と一緒で、めっちゃ仲いいんだけど、でも本当にもう全然会ってない。あ、LINE はするけど会えてないってこと。はい。で、なんかその前に暇な日ないのあったら、うん、私この日空いてる、空いてるとか言ったら、でも、うん、その子がちょっとあの多分何、うん、近しい人にこうなんかコロナが出ちゃったとかそういうこともあって、あ、はいはいはい、ごめんねってなっちゃって、うん、そっかそっか、じゃあまた今度ねみたいになって、でこの前 LINE した時は、うん、なんだっけな、なんか暇な日ないのって聞いて、こう何曜日、大学生だからさ、何曜日は何限まで受けてるからみたいないろいろ教えてくれたんだけど、はいはいはい、結局それからなんか、ああいや何にも、結局それからそうなんですよ。私たちお互いさ誘われていくタイプじゃんみたいな、それなみたいな話をしてうんうん、うん、でももうそれで終わったんですよ。なるほど。でもなんかどうなんだろうって思って、ちょっとツイッターできたら投稿しますね、ポスト。正直私はこのそのメンバーと一緒にいるだけで全然なんか満足しちゃってるところもあるというか、このでもそのたまにはこう同い年の普通に大学生をしてる子の話を聞いたりとか、お互いの近況報告をしたりすることも大事なのではないかとか思ったんだけど、そういうのはまだその体験してないから大事分かんないのか、まあ正直必要ないのかも分かんない。なるほど。はい。それが最近のちょっとしたお悩みだと。そうなんですよ。そこまで結構そのだから相手がそんな決めるタイプじゃなかったら、うん、私が決めてまでいろいろ大変なスケジュールリングして、うんうん、いや無理やりにも会いたいのっていう気持ちでは、まあ、
正直ないんだけど、でもそこまでして会った方がいいのかなとか、地元の子とどのくらい連絡取りますか、はい、あの私ももともと別にそんなに人に会いたい会いたいってするタイプじゃないから、はい、はるちゃんとどっちかというと一緒で受け身側、誘われたら行くぐらい、なるほど、まあ、行けたら行くぐらいだったんだけど、はい、なんかまあ、20歳になって、はい、それこそ地元の友達の話を、はい、あの一緒に何お酒飲みに行こうじゃないけど、地元の友達と、まあそううん、成人したから飲めるようになったから一緒にそのご飯食べたりとか、うん、するんですか、まあ、たまにね仲いい子ね、うん、とかすごい、あとなんかその本当に昔なじみ幼なじみみたいな、はい、人とその話をご飯食べて、なんか家族ぐるみで仲いい、なんかもう 5家族ぐらいあるんだけど、でその久しぶりに会って最近何してるかとか話を聞いたりしたんですよ、ここ1年ぐらいで、はい、でなんかやっぱそれ聞くと本当に全然違う世界なの、なんか私たちはそのアイドルとして活動してて、はい、まあ、こういう世界で生きてますっていう話ができるけど、みんなはなんかこういうバイトをしてきたとか、うん、今は大学通ってるからこういうインターン受けてるとか、なんかあの職業体験みたいなですね、はい、を受けてるだとか、あとはなんか部活サークル、はい、高校こう入ってここで彼氏ができたとか、なんかすごい自分が経験してきてないものを聞くことができるから、すごくなんだろう、視野が広がるというか、うん、その絶対に大学に行ってサークル入ってなんか彼氏ができましたっていうのは、うん、経験することがもう一生ない、一生ないことはないと思うんだけど、ないことだから基本的に多分ない、ね、そう、多分ないから、うん、もう大学3年生1年生の年だし、だからなんかそういう自分が人生上経験しえないことを当事者目線で語ってもらって、はい、それでなんかこうなんだろう、引き出しが増えるというか、うん、なんかやっぱりその自分以外の人生の歩んでる人の話を聞くっていうのはなんかすごいいいことだなって思った、そのここ1年でね、大学生ってちょっと憧れありますね、やっぱ私は。あー、やっぱそうなんですか。なんか周りの話を聞いてると大学生、うん、やっぱ高校生って結構大変、うんうんうん、部活に勉強に受験とか忙しいけど、うん、大学生はこう自分の時間も増えたし、うん、友達との時間が本当に楽しいそうで、そうでね、私のママも大学生が一番楽しかったって言ってた。でなんか言う人多いじゃん、大人の人でも、うん、だからなんかあその楽しいって多くの人が感じる大学生の4年間って、うん、なんかキラキラしているのかなとか、うん、そうでだからあすごいねみたいな、はい、私はそういう人生じゃないからすごいわみたいな、うん、経験できない人生だわって言うと、はい、いやいやいや、こっちからしたらあなたの方がそうだよって言われるわけ。うーん、やっぱ、まあ、ないもの狙いじゃないけど、やっぱりアイドルっていう職種ってすごい旗から見たらやっぱり特別なものというか、まあ、なりたくてもなれないものみたいな。なるほど。だからそのなんかそれはそれでやっぱり確かに、うん、大学生もキラキラしてるだろうけど、それはなるほど、そう逆もしかりですよ、アイドルもそう。なるほどね。そうだから、まあ、無理してね、その結局さ、私もそうなんだけど、はい、なんかこの日会えるかもしれないって言ってその予定を作ったとしても、ごめんその日仕事入ったわっていうことがほとんどなの、うん、なんかそれを許してもらえる友達とじゃないと付き合えないから。そうだね。だから難しいところではあるよね。なんかその大学ライフを送ってる友達の LINE のホーム画に、うん、私の知らないことのそのツーショット載ってる率が私は高くって、はいはいはい、わかるよわかる。そうなんですよ。で、うん、あ向こうの友達で今仲いい子なんだろうな、うん、わかる。なんかさ、中学の時はなんか私がそのポジションだったのにみたいな。そう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 。周りがなんかそこに違う人が入ってるみたいな。なんかわかるよ、めっちゃわかる。そうなの。うん。そう
なんですよね、うん、そう。しかもそういう子って本当に私がそういう風に思ってるなんて全く思ってないから、うん、そうそうそう、なんならその友達をの写真を送ってきて、この子なんとかちゃんって言うんだって紹介してくる。あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、なんとかちゃんって言うんだ、へえって返すけど、うん、結構メンヘラ起こしてる言われてますよ、はるちゃんの友達。そうなんです。あ、そうなんだ、へえ、なるほど、はい、意外でもないか、紹介されるんだね。いや、なんかね、うん、友達紹介したい、うん、わかんない。でもなんか上京して大学生になってる子がいて、うん、今連絡取ってる子はその子、上京してる子はその子一人なんだけど、うん、なんか一人暮らしをしてて、うん、でその友達が3人くらいもう一緒に住んでるみたいな、うん、その子ん家にホームシェアってこと？いや、入り浸ってるってこと？そうそうそう、入り浸っててでもそれがもうみんなで雑魚寝してっていうのがもう毎日それが楽しいんだって。へえ、うん、でも、うん、その子のお家になんかあのなんかで、うん、そう HKT さんのコンサートを見に行った時かな。ああ、春、そうそうそう、うんうんうん、わかるよ、見に行った。私その時、うん、夜遅くって、うん、そっか、ひのちゃんあれだったね、夜は、うん、見てない。そうだよ、ね、うん、で夜私見てその子のお家に泊めてって言って泊めてもらったのが私が初めてで、その子すごい喜んでくれて、うん、でももうあれ以来行ってないんだけど、うん、私が行く場所はもうなくなっちゃった。入り浸って住んでんだもん。そっか、そう、そうだね、早漏してる友達がいても、うん、楽しそうにやってる。へえ、ジェラシー、ジェラシーだね、それは確かに。ジェラシー、ジェラシーかもしれない。私もなんか過去の交友関係にすがるところあるからわかる。うん、なんかそう、なんかそうなんですよ。え、そう、なんだろう、なんか友達で、はい、なんだろう、なんかめっちゃ紐男と付き合ってる女の子がいるの私のその一番ぐらい仲良かった友達が、うん、そんな感じで、でなんか話をいっぱい聞くのよ、うん、まず分かんないわけ。すごい、めっちゃ面白そうな話になってるじゃないですか。だから、はい、そんなんばっかなの、周りの人がさ、面白い。だから経験としてさ、絶対自分が経験しないことをやっぱ性格的にもしないから、うん、ひもそのさ、うん、世間一般で言うさ、そのひも男っていうのはさ、うん、どういうことなのかな。その、うん、まあお仕事をしてないとか。いや、仕事はしてるんだって。おうおう、でもなんか紐ってどういう定義なんですか。紐でしょ、だって。なんかそのデート代とかは基本友達持ち、その女の子が持ち。あ、女の子が。そう。払うんだ。とか、そう。でなんかなんだっけな。まあなんか元々その友達、私の友達が、まあ、そういうタイプが好きなの、昔から。尽くしたいみたいな。とそう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 、なんかもうそういうダメ男みたいなのが好きで。へえ。だからなんかそれで結局多分2年ぐらい付き合ってるのかな。やってて、でなんで、うん、なんでじゃあ付き合ってるのみたいな。そのパチンコとかタバコも吸うんだって。まあ、典型的ないわゆるですよね。別にそんな暴力振るうとかそんな本当にダメ男じゃないんだけど、うんうん、まあなんか一般的に言うよくある紐。ザ・ヒモみたいな。でも本人も分かってんの、彼女自身もね。そうなんで付き合ってんのって言ったら、だって好きなんだもんっていうの。へえ。そのじゃあそのヒモさんはさ、自分がさ、うん、そのヒモさんだということはさ結構理解してて、うん、でなんかでもヒモ、うん、さんもそのひのちゃんの友達彼女さんが好きで、うんうん、でなんか、うん、まあ彼女もそれでいいって言ってくれてるし、まあいいかなみたいな気持ちなんですかね。どういう、いや
もういろんなお仕事して、下さんって何やってる、はい、いろんなお仕事してるのね。で女の子、そう女の子も、はい、でなんかその男性か彼氏からしたら、はい、なんかその辞めてほしいみたいな、そんなに働かないでほしいの、まあなんていう内容的にも、あそうなんだ、別にそんなあの法に触れるようなことじゃないですよ、うんうん、でもそういう、それで彼女自身が、うん、いやでもあの誰々君とデートするためのお金稼いでるんだけどって何も言えなくてみたいな、あで私はそれを聞いて、あなんかえ私の方が幸せにできるかって思いながら、なんかなんかさ、うん、そんなさ本当に幸せなのって思っちゃうわけ。友達と一緒になんかわちゃわちゃしてた方が楽しいんじゃないと思う。その友達を、うん、ひのちゃんの方が、えそう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 、そういうこと。えそうなんだ。うん、えでもまあね、でももうそのなんか自分が尽くしたいみたいなタイプの女の子だったらそうなのかもしれないね。でもそうなんだと思う。だ結局それが好きなんだもん。そういう人が、うん、なんかさ本当にこう人生の話を、人生の話をというか、うん、なんか私たちもさもうアイドルを5年6年くらいやってきて、うん、でもう年齢もその5歳くらい年を取ったわけじゃないですか、うん、そうだね、それ大人になったね。でやっぱり出会った頃は15とか16とかで、はい、うん、私も13歳14歳とか、若いね。そうだね。でももうその大人と言われる年齢にもなってきたというか、でなんか周りがさやっぱりさそのある何なんか、うん、早い人だともう結婚とかさ、うん、まあ本当に早い人はそうだろうね。そうだよね。あんま私の周りまだそんないないけど、うん、なんかっていうその同級生の話を聞くんだよねっていうそのお姉ちゃんたちの話を私は聞いて、うんうんうん、ちょっとなんかあなるほどって、うんうん、自分にもそういうこう同級生がねこうなんか、うん、なんかしたとか就職とか結婚とかっていう話が来るのかなって思って、うん、でなんかあーって思って、うん、なんかでも別にまあ自分のやりたいことが今アイドルだからそうなんですけど、うんうんうん、でもやっぱり人生のことは結構考えるじゃないですか、うん、って思った時に、うん、なんか私は本当にそのなんていうんですかね、もう絶対にとは言わないですけど、もしこう結婚とかする、うん、そうだったらそうですね、初めて付き合った人と結婚したいっていうふうに思ってて、はい、あそうなんですか。そうなんです。ああなるほどね。はい、ちなみになんですけど、私小学校から保育園から告白されたこともしたこともない。へえー、あそうなんですか。はい、のでそのまんま NGT に加入してきたので、まあ中2ですもんね。はい、まあ、若いね。もうアッパラパーなんですよ。アッパラパーそうなんです。なのでそんなそのなんていうんですかね、あの遊ぶ時間って言うじゃないですかあーそのまあ、高校生なり大学生なりってことね。それをなんか別にしたいとも思ってもないし、その時間をまあ捧げるっていうのも分かんない、青春を捧げるとかよく言うじゃないですか、はいはいはい、まあ、全然私はアイドルをしたかったからもう今は本当にそれでいいんですけど、うん、でも確かにその、うん、まあ、何歳までアイドルをやるのかも分かんないですし、うん、でも まだやりますよ全然、うん、なんかそのなんていうんですか、人生設計とかってそろそろ考えた方がいいのかな。まあ、うーん確かにね。いやなんか私もさ、はい、その自分も基本的に経験がないから、はい、だからなんかいろんな同年代の人の話を聞くと、はい、でもマジ知らない世界だなと思うわけ。なるほど。男女の関係以外についても、はい、仕事にしろ何なりにしろ、はい、でなんかそう考えると自分ってなんか一般社会で生きていけるんだろうかと思うよね。やっぱり、うん、だからでもあれね、なんかその一番最初に付き合った人と結婚するってなると、なんかよくツイッターとかで見かけるのは、その人に縛られていいのかみたいな。ええ
じゃあ私決められないです、そんな、あの無理。でも分かる、いいじゃない、一回一回本気ででいいんじゃない、分かんないですけど、なんか何年後の話か知らないですけど、なんか周りの人とかにはすごい、もうはるかは絶対結婚できないよって言われる、そう、結婚願望は保育園の時からあったんですけど、だって騙されちゃうかもしれないじゃん、悪い人に。騙される、そう、悪い男の人に騙されちゃうかもしれないでしょ。いや、それはないです。あ、ないんだ。なんかめっちゃ疑い深く生きてるのであそうですか、そう、人のことをそんな簡単に信じないので、うん、だからあの周りにいる人は本当に信用できる人だけ、うん、だからきっと友達が少ない、うん、あ、なるほどね。だからこそそのもう自分のこうシャッターを閉めがちだから、うん、あの結婚できないよって、はあ、はい、本当に信頼できる人と出会わないとってことね。うん、まあ、なんか気軽にはできないですよね、結婚とかはね、付き合うこともそうですよね、はい、きっと、はい、あの本当にですけど、はい、多分結構似てるところあると思うんですけど、多分すごい、まず危ない橋は渡りたくない人だよね。いや、そんなことない。え、あ、そんなことない、うん、あ、本当、あ、そう、うん、あ、そう、そうですか。え、だから気軽になんかホイホイ、あ、なんかでもその自分がだったらいいんですけど、人、うん、そのなんか、うんうん、よくわかんない人についていくとかは絶対しないです。あ、例えばなんだろうな、その誰も予想してなかったことを自分がしでかしちゃうとかは別に大丈夫。あ、なるほど、うん、え、あ、その行動が自分だ、うん、自分一人だったら大丈夫。なるほど。の危ない橋は全然渡れる。あー、自分から道を切り開いていくっていう点はできる。はい、まあそれはね、そうだと思う。勇気、はい、はるちゃんのあのがちょっと周りの人にたまにびっくりされることあるんだけど、うん、どっちかというと、はい、そうなの、違う、なんかアイドルやりながら、はい、そのなんか裏でスキャンダルみたいなのは絶対やらない人でしょ。絶対できない、はい、でしょ。だからそれを言いたかったの、あの話を渡りたくないっていう、なんかさ、はい、そっちよりも何よりもさ、その後の方を想像するくない、うん、だってさ、無理ってなんない、だってすごい覚悟でここにいるじゃないですか。そうですね真面目、うん、そう、いや、もうそうなんですよ。特にこう2期生とかはもう、うん、なんだろう、いろんなことも経験し、なんだろう、うん、グループのいろいろな時期を知ってたりとかするから、うんうん、だから普通に無理、うん、って思っちゃう。怖くて無理。そうね、ね、いや、そう言う人が言えば意識が高いとなるかもしれないけど、無理、怖い、無理ってなっちゃう、うん、から多分そこは一緒。そうね、うん、そうね、だからなんかなんかあれですよ、逆に言うと硬い頭が、あー、分かる分かる、私頭硬いと思ってすごい思います、うん、逆に言うとね、はい、うん、だからこの生活に慣れてるわけじゃん、はい、別にわざわざアイドルやってる今恋愛しようとも思わないし、だからその耳でするトークわかるわかる、え、そうだよ、さっきからね、え、そうだよ、うん、そうだよ、これ猫だから柔らかいんだよ、はい、そう、しようとも思わにゃいし、思わにゃいし思わにゃいしそう、うん、そうね、たとえしたくなっても怖いからその選択は取れないので、うん、どっちかというとそっちの怖いという怖いっていうか、なんていうの、それでかける迷惑とかの方を気にしちゃう。確かに、どっちにしろね、そうにゃね、思ったこともないんですけど、だからっていうタイプなので、そうにゃね、逆に卒業して自由な身になった時ににゃにから始めればいいか分かんない、ね、にゃにから始めればいいのかにゃにから始めたらいいか分かんない確かに、うん、全然別にそれはもうその時その時で生きてきますけど、え、おい、
ドルだからね。アイドル。そう。別にアイドルっぽくないことしてるけど、私は。でもなんか。そうやね。そう。アイドルっぽい、アイドルっぽいことが何かわかんないけどね。そもそも。でも。でもそのひなちゃんの親友さんは、うん、あ、そう、さっきさ、ま、めっちゃ勘違いしてる人がいたんだけど、うん、私がひも男のことを幸せにしようと思ってるって思ってた人がいたんだけど違う、逆逆、その女友達の方ね、私と友達してた方が幸せじゃないってことだよね。あ、そう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 、ひも男と一緒にいるよりって、うん、うん、そうで、いや別にそれは本人の幸せなんであれだけど、そう、そう思った時も、違う違う、そのなんか、その親友さんの感覚と多分私全然性格が違くって、はい、きっとその将来のことをいろいろ考えちゃう、なんか今の幸せっていうよりも将来の幸せを考えて、なんだろう、これからこう自分も相手も大人にどんどん年齢重ねていって、こうなんかこう何、子供とかさ、何人育てるためにはさ、なんかお金がさ必要じゃん、うん、子供、うん、すごい、うんうん、だし、現実的な話してる、なんか家とかもそうだし、うん、で自分がその何、おじいちゃんおばあちゃんになった時に、うん、その子供がこう面倒を見てくれるのかとか、うん、あ、介護ね、その老後とかもなんかやっぱ考えると、うん、やっぱりなんか早いね、うん、そうそうそう、ひも男、あ、ひも男の話してる、うんうんうん、だい、なんか、あ、違うんですよ、うん、そのまあ、本当に人それぞれの幸せの形があるのはもちろん理解してるんだけど、うん、私はその、うん、そういう今の幸せで将来のことをこうなんか棒に振るような選択というか、うん、ができないなって。なるほどね、はい、あ、まあそっちの方が大多数なんじゃないですか、わかんない、ああ、まあ7割3、7割3割とかなのかな、そう、ね、ちょっとわかんないですけど、いや、なんかその私結構ほんと小さい時から泥団子を作って投げてたりするような子だったので、もうマジでモテないし、うん、私のその仲いい女の子の友達もそういうタイプの子だった、そう、泥団子作りがすごい流行ってたんですよ、うん、うん、泥団子ね、その話は置いといてなんですけど、でもそのあのさっき言ってた連絡を最近直近取った子は、うん、新潟で大学生してるんですけど、うん、新潟と上京組がいいんだね、そう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 、その子は高校生の時かな、うん、になんか初めてその彼氏ができたって、ねえ、よかったじゃないですか、連絡をしてくれて、うん、普通に何、私も同じクラスだった時知ってる人だったから、え、そうなのみたいな、うんうんうん、離れ離れになっちゃってからね、うん、知った話なんですけど、うん、なんかなんだろう、でももう別れちゃったんですよ、あ、はい、でもなんか結構ケロッとしてたし、うん、なんだろう、まあ実際してるのか分かんないけど、私に伝える時にちょっと強がってたのかもしれないけど、うん、でもなんかなんだろうな、なんかその高校生とか、中学生とかでこうなんか学校内でそのなんかお付き合いをされてる方々ってその老後のことは考えてるのかな考えてないよ考えてないって、あ、考えてないの、考えてないよ、あ、そうなの、うん、考えてないよ、その中学生とかでしょ、中学生、うん、高校生でその本当にもうそれは多分好き好き両思い、じゃあ付き合おう、そうなの、そんな結婚できたらいいねとは言うかもしれないけど、結婚、その人と結婚したいと思ってそのお付き合いされてるのか、もう今が楽しいから、うん、みたいな感じなのか、うん、どっちもじゃない、ああ、そう、え、でも私の周りの人は、はい、本当にそれこそ3ヶ月で別れてる人多い気がする、そう、なんかあれなんだって、その波があるんだよね3ヶ月くらいの、そのなんか、て、なんだっけ、倦怠期か、はい、みたいな、そう、そうなんですか、そう、いや、でもさ、なんか、その、わかんない、あ、うん、でもいろいろ、最近さ、事実婚とかもあるしね、
なんか結婚、うん、なんだろう、うん、こうなんか別れるか結婚するかっていう将来、うん、未来だと思ってたんですけど私は、うん、まあ、大まかに言う大きく分けると、うんうん、でもなんかまあ結婚って結構すごい覚悟が必要だろうしショールームじゃなくてお茶しながら話せばっていやでもおもろなんかその別れるとかってなったら悲しい結末じゃないですか、うんうん、どっちもさ、うん、難しくない？別れるという悲しい結末に行くのも、うん、まあ、あーってなるし、でも結婚ってすごい覚悟が必要だし、うん、だからなんかその安易に付き合うということが、うん、私にはちょっと分かんない感覚でして。あ、なるほどね。あ、なんかこの前もそんな話した気がするしたね、タクシーの中でタクシーの中でなんでだっけ、あ、クリスマスで彼女いないから、彼氏いないから、あー、それだ、そう、クリスマスまでに彼氏欲しいみたいなツイッターよく見かけるよねって話をして、でそれはどうしてかみたいな、なんでその誰々と付き合いたいじゃなくてなんで彼氏が欲しいなのかっていうのを論争したんですよ。私それ本当に分かんなくって、うんうん、なんかクリスマスまでに彼氏できるといいなみたいなことを言ってる女の子の TikTok が流れてきたりとかして、え、なんかそのなんだろう、例えばそのきっとこう思いを寄せている方がいて、うんうんうん、でその方とそのクリスマスまでに付き合えたらなんかいいなだったらまだわかる、わかるけど、でもそのなんかそのクリスマスまでに彼氏という存在が欲しいってなんかその思い浮かんでる人もいないかもしれない、いない人はそれはもうなんかその時幸せに過ごすことを考えているだけで、なんかなんていうのかな、なんかじゃあクリスマスが過ぎたら別に全然別れてもなんか破局みたいなにいいのみたいな。いや、なんか結局多分ですけど私の予想ですよ、私も別にクリスマスのその何あのクリスマスを恋人と過ごした経験が一切ないので何とも分かんないんですがちょっとそれか分かんないんですけど、うん、まあ一般的通説で、うん、やっぱりクリスマスって、まあ、恋人と過ごすみたいな、イルミネーションを見に行ってお手手つないでキャッキャーみたいな、そのわー綺麗だねみたいな、そんな、なんかまあそういうのがまあ一般的に幸せと言われているわけですよ。そうなんだ、大体ね、なんかこう、まあ、人の価値観ですけど、まあ、ざっくり世間的にはそう言われてるわけでございますよ。ってなった時にやっぱり自分もその仲間入りしたいんじゃないですか。あ、なんかその誰と以上にそうなりたいで、それにちょうどいいそのレベルに達する相手が現れたらいいなっていう意味のクリスマスまでに彼氏が欲しいだと思う。だから誰でもいいじゃないと思う、いや、まあ誰でもいいではないんだろうけど、うん、でもなんか浅はかではないでしょうか、それは。なんかそれはね、多分考えしないじゃないですか。いや、それは多分、はい、私もそうですけど、はるちゃんもないからですよ、そういう気持ちが。誰かと一度でもそのあれ、なんていうの、誰かと一度でもお付き合いしたことある人はその楽しさを知ってるんじゃない、クリスマス恋人と過ごす楽しさを知ってるんじゃないですか。知らないんですけど、ちょっと皆さんどうですか、だからこそじゃないですかなるほどね、うん、わかんないけどね、そうじゃないですか。難しいね、うん、そうじゃない。でもなんかそうじゃない、うん、その本当に今はさ、その、うん、友達が友達を、うん、に取られたみたいな気持ちでいるけど、その3人いる友達が、うん、みんなその彼氏ができたってなったら、うん、本当にこれこそ本当に私と時間を作ってくれないんじゃないか。うん、うん、その人の何に重きを置くかだと思うね。うん、うん、あ、確かに。でもあの上京した子は、うん、なんか高校生の時に好きな人がいるって言って、うん、でも
ちょっとの間付き合えてたみたいなんだけど、うん、その男の子が、うん、浮気しました？いやなんかすごいこう、うん、女たらし。ああなるほど、誰にでもいい顔するタイプですか？うん、なんか女の子がすごい大好きなんだって。え？うん、そんな人とは別れていいんじゃないですか？って思うじゃん。でもその友達は好きなんだって。はあ、まあそういう男が好きっていうパターンも、でもさっきの私の友達しかり、そうそう、やっぱいるかもしれないですから。なんかその感覚がもう分かんなくって、じゃあその、うん、人がでも友達にはそのきっとなんだろうな、うん、その感覚私は分からないなって絶対言わなくって、なんだろう、それは友達が純粋にその子のことを思っていた、うん、別に傷つけたくないからってことね、はるちゃんがね、うんうんうん、けど、うん、でもなんか付き合ったって言ってた時から、あきっとすぐ別れるだろうなって思っ、うん、心の中でまあ思ってしまっていたんですけど、うん、まあ案の定本当にすぐ別れてて、うんうんうん、でなんかこう私はきっと客観的にこう見てるというか、うん、俯瞰してその子の、ね、うん、恋愛を見てるんだろうけど、うん、もうその子からしたらもうスンみたいな、盲目ですね、はい、うん、盲目、そう、恋は盲目、うん、でもきっと私そうならないんだろうなって、自分はこの先、いや分かんないよ、そんなの本当に絶対にならない、ほんまか、うん、なんかもう常に冷静なここで俯瞰して見てる自分がいて、だからこそなんかその運命の人とか、うん、その運命とかないと思ってる、うん、ほー、いやそれはね、出会ったことないからじゃないですか。いやマジマジ本当にすっごいめっちゃ言ってくるんだけど私女はるちゃんと一緒で、いや本当運命なんてないって言ったら、もうそれはもう意味わかんないから私真逆言ってるつもりなんですけど、いや私もそういう話よくしますよ人に、で言うと、いやひのちゃん本当になんか本当に好きな人に出会ったことないからだよとか言われるんですけど、言われるんですよ、うん、まあわかんないよね。えなんでそんな、なんでそんな辛い顔してるの？いや辛い顔してない、いや真面目に考えてたんですよ。あやっぱりさ、うん、青春の曲を歌うこと多いからさ、いやわかる、いやマジでそう、本当にそう、それな、理解できないもんね。いやする理解は、あそう、理解は無理やりするよ、無理やりするし、私はてかはるちゃんもそうだと思うんですけど、妄想空想は得意だからどうとでも解釈するんですけど、あんまり当事者で語れないよね。そうね、そう、うん、確かに、AKB さんのアイドルなんかじゃ なければ、アイドルなんかじゃなかったら、なかったら、たたかそう、あれ理解できない曲だね。うん、いやでもなんかその切ないんだよねきっと、すごい、うん、でもあ切なさは分かるよ、もちろんうんうん分かるけど、初めて聞いた時、あこんな曲が来るんだって思った。挑戦的ではあるよね。おお、いや本当にね、あのねマジでね、歌をこれ以上上手になるときに、あの恋愛経験がなさすぎて無理って言われた、うん、あの恋愛ソング歌えないよって言われて。誰に？あの大人に、大人にっていうか、別にそれはわざわざ言わないけど、そう、やっぱ恋愛ソングをちゃんと、なんだろう、人に響かせられるように歌えるようになるには、私にはあまりにもその知識も経験もなさすぎるって言われて、ダメだこりゃってなりましたね。だからアイドルって理にかなってないことしてるなってずっと思ってた。確かにね、なんかその曲、なんだろうな、私もアイドルになり始めの時は、うん、こうステージの上で歌って笑顔でね可愛く踊るのがお仕事って思ってたけど、うんうん、でもなんかこう曲の歌詞の良さにもやっぱスポットライトが当たるといいなってなんか思うようになってから、うん、なんかこう歌詞のこととかその曲のね世界観に入ってお届け
してみたいって思ったんですけど、でもなんかなんだろうな、それってやっぱり難しい、簡単なことではないなと思いますし、まあアイドルってなんだって感じです。アイドルってなんだってすごい深い題名ですよね。そうだね、深いね、深いなって。でもなんかそうですね、どうなんだろう、なんかでも私結構ファンの人にも、ファンの人がこう自分のこと好きって言ってくれたのに、こう違うこのところにも好きって言ってると本当に理解ができない。いや、あの理解はできるんだけど、なるほど、なんかあのなんでって本気で私悲しい顔してなんでって言っちゃう。なるほど、それは、なるほどね、なるほどね、それはガチ恋だからってこと。おそのその推してくれてる人たち、ファンの方が、はい、俺はガチ恋、はるちゃんにガチ恋だよって好きだよって言って。いや、ガチ恋とは言われてないな。別にガチ恋じゃなくてもはるちゃん好きって言ってくれたら、ね、うん、他の人に好きって言ってるの嫌だってこと。嫌だっていうか、なんでってなるってこと。なんか誰にでも言ってるんだ、誰にでもっていうか私、なんだろうな、なんかそうそうそう、私ファンの人のこと好きだから、なのにファンの人は私だけの、私のことだけが好きなわけじゃないんだなみたいな、この人ちょっと嫉妬深いかもしれないです。皆さん気をつけた方がいいですよ。ちょっとね、この人ね、ちょっと扱いづらいところあるかもしれないんですけど、私は本当にあのファンの人が、こう公演を見に来てくれたりとか、会いに来てくれたりとかね、してくれて、すごいそれが嬉しいから、その分こうお返し、気持ちをお返ししたいって、すごい 100% で返したいと思ってるんですけど、でその時はさ、もうレンに来てくれた時はもう私のことしか見えてないだろうし、私も、相手のファンの方しか見えてないけど、だからその2人の空間で話してるじゃないですか。でも、ある時ふと隣のレンを見たら、こうしれっと並んでたりとかすると、さっきまでのこの空間、この時間っていうのは、その人にとってはなんだろうな、本当にごく一部というか、そんなに大事ではなかったのかなみたいな。いや、まあ大事なんだろう、大事っていうか、その、あの上書きされるというか、その、なんていうの、あの分かりますか、こう、まあなさっきまでここにいたのに、えみたいな、あの時間は何だったのってことね。そう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 、あの時間は嘘だったのってなるってことよね、はるちゃん目線からしたら。あのそうそうそう、なんかでも、気持ちはすごいわかる。私もこう客観的にこうアイドルさんを見て、あの子もいいし、あの子も可愛い、あの子も惹かれるって、でなんかその本当に一人一人のこと、3人いたとしたらなんか好きだし、違う良さがあったりするし、でもなんかもうそれぞれのこう推しがなんか私だけを見てって言われて、いやそれはごめんできないんだけど、でも本当に大好きなんだよっていう言いたくなる気持ちもわかるし、もうそのままその言葉そっくりそのまま言われる、本当に大好きなんだよハルルンのことも。え、ハルはじゃあ好きって言われなかったら別にそんな気にならない、応援してますだったらとか、推しですわ、ああいや関係ないです、あ全部ダメ、全部ダメ、でもきっとね、きっとファンの方は逆なんじゃないですか。はるちゃん、本当ははるちゃんを独り占めしたいけど、でもはるちゃんは対ファンのみんなじゃん、まず一人それぞれだと思うんだけど、確かに逆もしかりなんじゃないかな。はるちゃんがそのファンの人に対して好きって言われて、でそれで他のメンバーにも好きって言ってて、なんでってなるのと同時で、そのはるちゃんとのそのおしゃべり会の時間の次で離れてった時に、次に誰々さんっていう時間もなんでってなっちゃうんじゃないかな、わかんないけど、アイドルってめっちゃ難
しいですね。アイドルって多分そういうことですよね。だからやっぱそこを理解してないと辛くなっちゃう、うん、心を病んでしまうから。そうね、そう。いやだからなんか私前に一回私のファンの人に、うん、なんか私に依存しないでくださいって言ったことがあって。春が、うん、なんかっていうのはその好きでいてくれることは本当に嬉しいし、うん、私もファンの人のことがすごい好きだから、うん、それはもう恩返しというか、うん、もらった愛をそのまま返したいって思ってる、うん、けどでもなんか私もその一生アイドルを続けてるわけじゃないと思うから、うんうんうん、その私に依存してくださってた分、うん、なんだろう行き先がないんだね。そうそうそう、次のね、うん、なんかじゃあ私がそのアイドルを辞めちゃったらその何私のことをこうなんか支えみたいに言ってくれてたりなんかすごいもうそのなんだろうな活力だったらいいと思うんだけど、うん、でも私ハルルンがいなきゃダメなんだみたいなところまで来て生きがいとまあ生きがいはまあまあまあわかるんだけどそれはその本当にファンの方の幸せっていうものを願ってそういう風に思ったんですよ、うん、なんか、うんうんうん、だから気をつけてくれとあんまり依存しすぎないでくれって言ったんだ。そうそうなんか私のそのなんかことを応援することによって、うん、今日も仕事頑張れる仕事頑張るぞ、うん、とか、うん、今日も頑張って生きるぞみたいな、うん、活力になる分にはね、うん、もうどんどんそういうパワーを送りできたらなって思うんですけど、うんうん、なるほどね。はるちゃんは本当にもうど正直の真面目なんですね。ああそうなんですか、うん、多分そうじゃない。だからその責任持てないことには責任持てないからちゃんと自分でしっかりしてねって意味じゃん。その言い換えで結構現実主義者みたいなところ、うん、現実主義なのか夢をさそのなんていうのこっちがもっと軽い人間だったらさ、いやもう別に好きになってもらって私は卒業してもそんな知らないよってできるっちゃできるじゃん。別にやろうと思えばね。なるほどね。うん、やろうと思えばそんな別にさ押されてる側がそこまで責任を取る必要って必ずしもあるわけじゃないじゃん。なるほど。はるちゃんの考え方に多分ファンの人は嬉しいってなると思うし、私もどっちかというとそういうタイプなんだけど、その、はい、嘘つきたくないしみたいな。だけどその別にそうじゃなくて本当にアイドルとして上手な人、人を虜にして、うーん、その小悪魔的な人ってさ、そうじゃん。確かにね。もう好きに、もう好きに好きに押してもらって、まあ、でも私はなんかつかみどころないよみたいな、そういうアイドルもやっぱ人気あるじゃないですか。別に、はい、その人がそのみんなに感謝してないとかそういうわけじゃなくて、うん、それはそれでやっぱミステリアスで可愛いじゃないですか。魅力ですね、うん、そういうところ、うん、それとはまた違うところがあるってことだよね。うん、うん、なるほどそう、あーなんか腑に落ちた感じですね。あー腑に落ちた、ほんとだからね、で普通にそれで なんで困ってたんだっけ、なんだっけ、あ他のそのファンの他のメンバーのとこにファンの人が並ぶのがあれってことか。いやそうですね、うん、まあでもだから私のこう気持ちと言ってることも結構矛盾しつつある。まあ確かにね、そのそう私だけを見てほしいけど私だけに依存されたくはないみたいな。そう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 、めっちゃわがままですいません、うん、すごくわがままでメヘラチックではありますがいやでも確かにそうしたら、うんね、どうなんだろう。でもなんかちゃんとさ3期生が入ってきた時にさ、うん、3期生にこう押し増しをする方もいたり、はいはいはい、あの押し変する方もいたりすると、うんいるよね、うん、本当に普通にショックを受けて、私のこと押してくれてた期間は嘘だったのってなっちゃうしね。うん、それはわかるけどね。あ、そうなんだって、うん、結局そのなアイドルもあくまでそのちょっとなんて言ったらいいかな、直接会えるけれどもやっぱり画面の向こう隔てた存在というか、やっぱ世界が違うみたいなとこあるから、うん、やっぱりこうファンの方としても、まあ、消費者というか、うん、そのアイドルをまあ言ってしまえば商品として客観的、うん、客観的っていうか、まあ、消費者側として見てるから、うん、別にそのファンの方からしたら自分が押さなくても、
別に元気でやってくれればそれでいいやっつって、他のもうちょっとこう最近誰々が気になってるんだよねって言ってそっちに行っちゃうけど、でも意外とアイドルからしたらあなた一人が消えるのって気づくし目立つし、うん、そう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 、意外と分かってるよっていうことをあんまり知ってる人がいないのかもしれないね。なんかねそれ言っても言葉じゃ届かないんですよね、うん、カルルンも大丈夫でしょうとか言われて、そう、その大丈夫じゃないっていうことを伝えるんだけど、うんうん、そういう方にあんまり届かない、うん、悲しいです。やっぱりちゃんと一人一人の積み重ねがあって今があるし、うん、そうね、何十人何百人規模で応援してくださってる方がいるとしても結局それは一人一人の積み重ねではあるから、うん、だから意外とそれは当事者側、アイドル側、推される側にしか分からないことなのかもしれない、うんうん、そうですよ。だからあの推してる意味がないだとかそういうのはちょっと違いますからね、うんうん、やっぱそこのね意見の違いじゃないですか、うん、そのこう商品を受け取る側と商品として届ける側の違い、うん、別にどっちが悪いとかでも何でもなくて、うん、そうかといってそのあくまでみんながその推し活っていうのはエンターテインメントというか趣味の範囲内であってほしくはあるので、仕事とか義務には思ってほしくない、そしたらもう楽しくなくなっちゃうから、うん、そうだね、そうだからなんかね、うん、私たちのさこう、うん、いろいろアイドルもさ、うん、あるじゃん、こうなんていうのランキングをこうつけたりとかさ、うんうんうん、なんかまあ、うん、いろいろそのあるから、うん、それによってこうなんかみんなの気持ちがこう、うん、上に上がるのはいいんだけどこう下がっちゃうってなると、それはもうなんかさ、うん、おその趣味で推してくれてるというかね、だからなんか本当にみんなの気持ちがとにかく楽しい気持ちに幸せな気持ちになるようなことがね、うん、こうエンターテインメントをお届けする私たちとしては、うん、まあ、大事かなって思うから。そうなんです。だから責任を感じてどうこうとかまで行っちゃうと結局それは楽しめてないけど、でもじゃあ特会引っかえ、その本当になんだろうな、今日はじゃあこの飲み物飲んでみよう、今日はこの紅茶飲んでみようみたいに特会引っかいできるほど私たちも人間なので、そんな特会引っかいできるほど、無じゃないよという、ちゃんとみんなのことを認識しているし、ね、っていう話ですね。多分話ですねというか、ハートもありがとうございます。そう、双方ともに楽しければね。私もそうスピーチで言ったことですけど、やっぱりアイドルという物語を演じてるつもりというか、なんつったらいいかな、うん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 、アイドルというそう物語が、はい、そのあればいいなと思ってるから、だから悔しいこととか波あることも、それも全てその物語の中のピンチ、絶対さずっといいことだらけのさ物語ってつまんないじゃん、うん、って思ったらなんかいろんな経験、その波あり、あ山あり谷ありの経験も、うんうんうん、それはアイドルにしかできないいい経験かもしれないし、確かにね、そう、そうだね、うん、やっぱそこをね割り切って楽しめる人の方がその向いてるのかもしれないよね、こういう人対人のオタ活っていうのは、うん、うん、そこがねはこうごっちゃごちゃになっちゃうと、うん、そのいわゆる厄介オタとか、うんうん、そのなんていうの、もう自分だけを見て、ファン側が自分だけを見てってなっちゃうと、こっちはどうしたらいいか分かんなくなっちゃうし、うん、あーそうね、うん、逆もしかりでございますけれども、うん、とてもそうだと思う今日お話しされていること。あそうですか、うんそうです、うん、別にでもそれをわざわざ認識してやる必要はないからね、その最低限のなんていうのラインさえ守ってもらえたら、うん、それはもうその
その状態でアイドルとしては成り立ってるわけでございますから、うん、ねえ、どうですか。いい話だった気がする。あ、そうなの。すごいいい話だった。いい話してたね。何分配信してんだ。いい話聞きましたね。そう本当にはるちゃんとこの格好で真面目な話しちゃった。いや、そうだよ、冗談だと思ったのに。普通に話してるけど耳生えてるから。8時36分。あ、でもまだ1時間ぐらいなんだ。うん、いや、でもね、根本的にはるちゃんと私は結構なんていうの、話、うん、なんかそのさ、うん、ネガティブとポジティブの話めっちゃわかるなって思って。生誕祭で多分話した。ああ、3部か、うん、新幹線が緊急停止したよ。え、大丈夫、大丈夫ですか。みんな乗ってる人多いんじゃないね。あ、でも最終とかではないのか。なるほどね。あれか、ポジティブとネガティブ、うん、ポジティブとネガティブ。私ポジティブだねってよく言われるんですけど、それはポジティブでただ楽観的なんじゃなくて、ポジティブなその何か物事、まあそれこそどっちかというと悪いことが起きた時、うんうん、こうこうこうなってしまったってなった時に、ポジティブもネガティブもどっちとも解釈できる、それぞれの考えをして、うんうん、考えた上でポジティブを取るっていうようにしているって話をしたんですけど、うん、そう、なんかその話すごいわかるなって、うん、ポジティブもネガティブも、うん、選択したのが結局ポジティブなだけで、なんだろう、なんかでもすごいいい考え方だなって、うん、私はでもなんかそうですね、ほんとどっちでもないしどっちでもあるみたいな思ってたから自分で、うん、だから多分ひのちゃんと一緒なのかな。でも私はそのポジティブとネガティブの、うん、こう選択肢を自分の中で持った時に、うん、ネガティブを取る方が多いのかもしれない。なんかそうだね、ネガティブの存在がネガティブだと思っちゃう、うん、あー、なるほど。そうなんですよ、だってネガティブ、それもね3部で言ったけど、ネガティブなことを考えなかったらそれはただ楽観的で何も考えてないだけっていうかさ、はい、まあ、なんつったか、楽観、本当に楽観的なだけじゃん、うん、そう、なんだろうな、なんか悪いことなんだろう、なんだと思う、思いつかない思いつかないね、なんだろう、何があるかな。うーん、でも私は本当に本番前にいくらこう準備をしてきたとしても、今これからリアルタイムで行われることは失敗、練習でもしてこなかったような大失敗が起こる可能性もなくはないよね。ネガティブな感情を持って、いやいや、でもこんな練習してきて、うん、何回も通しリハしてきて、うんうんうん、間違えるわけないじゃんっていうポジティブ、うんうん、でもその失敗する可能性も全然あるはあるよねっていうネガティブの感情に寄っちゃう時がある、うん、なるほど。あ、起こりうるか起こりうるか得ないかっていう話か。そうですね、なんかそれはさ、もうさ、わかんないやん、未来のことだから。うーん、だからそれはもう考えても、うーん、逆にネガティブに考えること自体をポジティブに考えればいいの。そうやって、あ、やばい、これがこうなったらどうしようって考えるっていうことは、そんだけ用意周到にいろんな対策ができてるってことだから、うんうんうん、今ネガティブをポジティブに変換できたじゃん。ネガティブな考え、未来予知を、うんうん、そのあ、そんだけ用意周到に考えられてるんだなっていうポジティブになったし、逆に実際にそのステージに出て大失敗しちゃった、やっちゃったってなった時にどうポジティブに変えれるかっていう話は、それは私もう心の底からどん底に突き落とされます。いや、私もね、一回そうなるの、やばい無理だった、ダメだったってなるんだけど、例えば公演だとしたらね、うん、公演だとしたら、そのうわ、こんなミスするなんてやっちゃった、でも珍しいからこれ見えた人ラッキーだねって考えた方が楽にはなる、うん、ちゃんと自分で反省したっていう事実があれば、それを考えない、なんていうの、そのやっぱやっちゃったっていう考えをしない人だったらそれは反省してないからダメだけど、うん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 、ちゃんとそれで自分でちゃんとどん底まで反省したら、その次にちゃんとステップアップして、うん、あ、その例えば人に対してだったら、うんうん、あ、もうこのミスを
見せたのは、まあ、確かに失敗だったけど、でも、まあ、これも普段とは違うはるちゃんが見れてラッキーだった。なるほど、ね、できるし、まあ、もっともっとこうして頑張っていこうっていう風に前向きにも捉えられるし、うん、そうそうそう、なるほど、まあ、公演、劇場公演くらいですね、なんか緊張しないのは。うん、まあ、なんかコンサートとかってなるとね、またちょっと難しいんだけどね。いやでも舞台が一番緊張しました。はあ、うん、死ぬほど緊張する、うん、そのわかるわかるよ。曲が流れて、うん、公演はさ、うん、コンサートもだけど、うん、曲が流れたらさ終わりは絶対来るじゃん。来るね、うん、セリフ飛んだらさ、うん、来ないじゃん終わり。それな、怖いよね。怖い。私ちなみにこの前ゲスト出演したんですけど、リハが1日しかなくて、はい、当日合わせでラップをやったの、そしたら昼夜アフタートーク3回やったんだけど全部ラップ出なくて、えそう全部ラップ飛んじゃって、そう普通に練習不足でもあったし、その合わせ不足でもあったんだけど、うんうん、まあもうその飛んじゃって、それでまあ、なんだろう、昼も夜も、まあ、ごまかしてはいたんだけど、はい、昼見た人は夜またもう一個違うように、だからその間違えてるのが確定で分かっちゃって、それでちょっと笑いが起きちゃって、さらにそれで飛んじゃったの、うんうん、でそれで夜の公演の終わりのアフタートークでもう一回やりましょうってなって、でも全く同じところでもドラマになっちゃって出てこなくなっちゃったの、うん、でそれをもうその場でもう、あダメだって笑いになったからよかったんだけど、うんうん、もう普通に私としてはもう昼終わった後も夜終わった後ももうずっとズドーンってなってて、そうだから実際にその怖さもわかるけど、でもなんかそれもそうそうアドリブだって思う人もいるし、笑いに変えられたからまだ良かったけど、うん、そうなんかさ、うん、集中力みたいなのも、うん、多分私そんなに続かないタイプで。そうなの、うん、うん、いや分かんないんですけど、こうなんかなんだろうな、もうグッと入り込んでる集中してる時は、うん、その次のセリフとかそんなに考えてない、うん、けどなんか緊張してる時ほど、うん、その出てきた時に、うん、今この人がこういうセリフを読んでます、私今本番っていう状況にいます、お客さんいます、あーどうしよう、うん、本番間違えたらダメですっていうのを考えたり、うん、で次私のこのセリフバーみたいなのを頭の中で考えてると、そのすごいこう物語の中じゃなくてこう結構そう現実台本持ってる自分、うん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 、なんかその方がすごい失敗しがち。私も私もっつって言った。え、わかるよ。だって結局さ物語の中で喋ってるのはさそのキャラクターなわけでさ、そうなんですよ、このセリフを言われたからこういう行動に移してこのセリフを言うわけであって、わ、うん、かるわ。私もそうな、私飛んだのラップなんだけど、うん、ラップを覚えるだったからできなかった、うん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 、その時はそう、わかる、めっちゃわかるよ。歌詞もそうなんだよね。あ、次の歌詞なんだっけってなった時の方が忘れてる。うん、何にも考えずに口から出てきた方が間違いない。もう私そうだよね、もうマジで歌詞を歌って、そうだよね、わ、うん、かる。本当に最近歌詞を飛ばすのが癖になっちゃって、そのトラウマとして。あ、トラウマね、一回やるとなんか、ね、そうなの、悪い癖になっちゃって、そう絶対歌詞飛ばしちゃうんだよね。今日もそう、残酷な雨のセリフ忘れちゃって、うそ、あのさあ剣を持って、さあ剣を持って、唇を重ねるがごとくってあるじゃん、うんうん、唇を重ねるがごとくが出てこなくて、うん、本当にやばくて頭が白になって、うん、でも口が動いたの、あ勝手に。なんかそういう時あるよね。そう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 、それでミユに、うん、あでも忘れててさって言ったらさ、え、分かんなかった、でもなんか妙にめっちゃまばたきするなって思ったんだよねって、ね、そのちゃんとその顔を合わせるから、なんか ここで考えてる自分が忘れて、うん、きっとここでなんかなんていうの、うん、その本能的なものがちゃんと動いたんだろうね。そうだ、もうまばたきでロードしてるやんと思って、そう頭の中でめっちゃわかるな。でそのもう怖くて無理、なんか本当にダメってなっちゃう、もうそういうの
ダメダメってなっちゃう。いやなんか歌詞だったらまだその本能が曲とメロディーとかでなんか本能が急に働き出してくれる時があるけど、セリフはもう音ないから怖いなって思った、ね、本当だよね。本当に怖いと思いました。確かに。しかもさ、はるちゃんが出てたのって結局音楽劇だったじゃん、はい、私は怪獣、はい、見に行ったんですけど、見に行ったのに行かせられたんですけど、あのあれ裏ってさ、ずっとずっとではないけど音結構鳴ってたもんね。そうね、ドラムとか、うん、だからなんか止まっちゃうとなんかいろんなとこがずれそうだなって思っちゃった。いやそうそうそう、うん、まあ、でもなんか私は怪獣は結構こうみっちり稽古時間もあって、うん、でなんかすごい自分のこう体がもう違う個世界に移されたみたいな感覚くらい、結構初舞台の時そのすごい刺激をいただける環境だったというか、うん、そうだね。だからなんかまだあれだったんだけど、うん、桃太郎は危なかった。あっあれ台本は持ってなかった、普通に暗記。あ、そうそうそう、あ、そうなんだそうなんですよ、うん、そう、ちょっと桃太郎はね、行けなかったんですよ。いや、でもなんかなんとかなったけど、一瞬あ、私のセリフみたいになった時あった。いや、あるだろうな。すごいよね、なんかさ、本当に舞台で生きてる人たちってさ、いやすごい、1ヶ月ごとに変わるやん。すごい、そんな切り替えもできないしって思っちゃって、うん、私ララやった時全然ララ抜けなくて。そうだよね、そう、すごい口悪くてずっとララだった。ずっとララ、なんかずっと反抗期の娘みたいになってて、舞台ってすごいんだなって思った。そう、もう私にはカロリー高すぎて、うん、なんか無難にこなせてる人を見るとすごい、そうそうそう、無難にというか、まあ、うん、なんか役者さんだったですかね、うん、みんな、うん、そう、みんななんかすぐに、あ、もう次の日からは別の稽古ですみたいな、うん、そんな人たち。ってかなんならさ、同時進行やってる人もいるじゃん。いるいる。でなんか本番2週間前から合流みたいな人ざらにいるから。いらっしゃいました。なんかそれで覚えるのも、まあ多分経験もあるんだろうけど、うん、すごいなって思うし。そう、なんかね、うん、その次何多分本番期間の間のなんか休演日みたいな日に次の舞台の顔合わせで行きますみたいな、その女優さんがいて、うん、あ、スーパーマンだなった、ね、お忙しい、うん、マジですごい、うん、本当だよね。まあ、そう、逆にそれこそ、その私たちが同時にいろんな楽曲の振り付けを覚えると、な、似たようなものなのかもしれないけど、その人たちからしたら、ね、したらね、女優さん方とかからしたらそうなのかもしれないけど、でもなんかやっぱ全然違う世界、まあ、似たようだけど全然違う世界だから。全然違うよ、うん、私さ、体力がさ、うん、すごい、なんだろう、なんかアイドルはそのもう自分のこう感情とか、うん、自分でいられるんじゃないですか、曲中も、うんうん、でも違う自分じゃない人になるから。 あ, あれ、これ刺さってないの。あ、刺さってない、なんてこったい。あれ、あ、あ、ボタン押してないんじゃない。あ、うん、ずっとさ充電してできてると思ってたえ、もう今ボタン押してくれた、うん、多分大丈夫と思うけど、ずっと充電器さしてたのに。で、なんか感情ごとさ、うん、動かすのってめちゃめちゃ体力消費するんだなって思って、なんか確かにね、すごいこう、特に私は怪獣の時とかは結構苦しい役柄だったんですよ。そうだった、うん、もうそうだったね。ナムちゃんは本当にもう、うん、最後命を絶っちゃうんですけど、うん、でもそのくらいこうギュッと追い詰められた気持ちを、うん、にならないといけないじゃないですか、うん、それが本当になんか、うん、体ももちろんさ、結構動き回る舞台だったんですよ、うん、ダンスとかも。だから、うん、なんかすごい、うん、体力もそうだけど心からすごい疲れたなって、終わった後なんか、うん、はっ、そうだね、それはね、見てても伝わってくる。てか見てる側も結構体力がそがれる、あの、あ、やっぱそうですよ、物語がそもそもそうだと思うし、うん、そう、なんかさ、私結構普段、うん、三村ひのはい、として素でやってる時、やってるっていうか素でその過ごしてる時って結構意外と感情平坦というか、うん、なんかあんまり喜怒哀楽が激しい方じゃないと私では思ってるんですけど、はい、どうですか、う
そんなことない。確かに感情で言うと平坦、うん、そうで、なんか別に喋り方もそのこうやって喋ってる時はなんだろう、人前で分かりやすくイントネーションつけたりとかするけど、普段なんか本当にもっと素だと結構平坦、棒読みというかどっちかといったらね、なんだけど、そのララをやった時に私が全然やらない怒りをしなきゃいけないの、怒鳴りを、なんて言ったらいいんだっけな、なんかもう帰れよみたいな、なんかお母さんに対してそういうやらなきゃいけない時があって、それがまあむずくて、でなんかそのでしかも舞台って、うん、そのリアルタイムでやってるからゆえなんだけど、うん、一回裏に回ってそれでまだ表でお芝居続いて、うん、その後、うん、そのこっちとしては10分の合間があるけど、さっきはけた瞬間から続いてこっちからまた怒って出てくるみたいな、そういうシーンがさあるじゃん。でそのイライラをずっと溜めるためにもう裏でずっとこうやってずっとその怒りをこうずっと体震えて、なんかだよってやるのがすごく大変だったし疲れた。確かにね。だから多分そういうあるよね、舞台。多分そういうの、ね、大変だった。そう。メールはね23時までだからまだ大丈夫だよ。チャットが今日来るから。そっか。うん。あ、はるちゃんとの写真送ろう。え、ぜひ。大変だね。すごいね女優さんって。いや本当ですよ、強くないとさやっていけないと思うんだ、うん、ね、なんか本当役柄が役柄であれば私もうなんか例えばめちゃめちゃ暗い、うん、役だったらすごく暗くなる気がする自分は、は大丈夫だったの？その、うん、ラムちゃんだっけ？ラムちゃんをやって、うんうん、なんか自分で性格変わったみたいなことなかった？そんなに。でも割と私の性格に似てたから。ああまあそうだね。性格、うん、言動とかなんかそのなんかふわふわしてる感じの男はそうだった。そうですね、うん。でもなんかすごいこう私のそのラムちゃんの、うん、その。自分で命を絶つ前に歌ってた曲があって、うん、そこが結構自分一番見せ場みたいな大事なシーンだったんです。そうだね。そこすごいやっぱりダンスの先生とかにも、うん、こうもう何回も見てもらって、うん、なんかこう演出家の方にも、うん、なんだろうな、なんかまあいいんだけどでも、うん、こうまだあんまり刺さんないんだよねって言われたりとか、うん、あとこう歌の先生もいらっしゃって、うん、歌の先生、ダンスの先生、うん、演出の家の方と、うん、こう一回やったのをこう感想もそれぞれ違って、へなんかこの人はいいって言ってるけどこの人はダメって言ってるとか、うん、謎にいいって言ってくれるダンスの先生もいれば、うん、こうなんか歌の先生はもうちょっと、うん、こうなんか逆に私がこう自分で喉を閉めちゃうような歌い方をしてるけど、うん、もっと逆にこう声を出して出して、うん、すごい出して辛そうな方がいいんじゃないとか、だからあなるほど、ね、あの曲だけはこう本当に本番期間中も毎朝マイクで練習させてもらってて、うんうん、でなんかもうダンスの先生にももう本当もう一番簡単なのは自分がまあ人生最後の日だと思って、うん、今この瞬間をっていう気持ちを毎回作って毎回これでやってくれって言われて、もうそんな経験はさすがにしたことない、うん、想像もできないような気持ちじゃないですか。うん、だからなんか大変、わかんない、疲れた、わかんないみたいな結構重ためなね気持ちだったので、いやでもめっちゃ良かったよ、すごい。本当ですか。うん、でもなんかやってる感覚がそのあ今自分イケてるっていう感覚は多分間違ってるみたいな、あなんかそのそんなこと考えられないもんね。そうそうそう、なんか手応えがあればあるほど逆に違うんだなってなる、うん、なんだろう、やっぱ曲だからここ、うん、ダンスの先生に言われたここ指先までとかさなんか言われたことがやっぱりすごい降りかかってくるんですよ、うん、その、うん、でもなんかそれがポイントポイントを抑えられたよしって思ってちゃうそれは不正解なんだな、うん、みたいな、その余裕ないもんね、はい、本来ね、
みたいな、すごいだから難しいなって思いました。難しかった、うん、難しいけどやっぱ何者かになるってのが私は NCT になる前から好きだからさ、はい、なるほど、そう三浦先生すごいっすね。そうなんか自己肯定感が低いからこそ何者かになった方が楽というか、はい、そうだからなんか自分本来の自分が何だったかはなんか正味ちょっともう昔から分かんなくなってるような感じ、なんかなんかアイドル今私は今アイドルをやっているけれども、うんうん、これも多分アイドルやっていくうちに性格も変わったし、うん、まあ、考え方は多分昔からそんな変わってないんだけど、なんかその考え方が変わってないっていう自我でしかなくて、周りをまとっているいろんなその情報とかはなんかもういろいろ変わって、うん、なんつったらいいかな、そう今はアイドル三村ひのっていう側をかぶってるみたいな、うん、でもいい悪い意味じゃなくてなんかそんな感じがするから、そうからね、そう、そっちの方がなんか意外と楽だったりする。そう、なんかアイドルとしてその本当の自分っていうものがそもそもまあよく分かってないんですけど、そのを全力で出してそれでみんなに嫌われちゃったらそっちの方が辛いからできないよねみたいな。わかるわかる。そうだから逆にキャラ作ってる人の方が意外とそういうアンチとかって傷ついてるのはそのなんか作った自分、そう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 、前にこうね、そう出してる自分、逆もしかりだけどね、その期待されちゃうみたいな、作ってるキャラクターに対してこう崇められて期待されちゃうっていうのはそれはそれで中の人の苦しさもあるけど、うん、でも意外とその作ってるキャラクターをどうこう言われるのって作ってるものに対して言ってるだけだから、まあ、そこに愛情はあれど自分自身に針が刺されるよりはマシみたいな考え方はあるよね、うん、猫です。これあの耳こうなってます。そうそう、これひのちゃんの、ね、髪の長さ的に、いやあ、まあでもなんかこれショートの方が似合うねってなって、これも多分作ろうと思えば作れるんですよ。そうだよね、でも似合ってる、かわいい、うん、なんかこれはちょっとやってみたくて、うん、こんにちは、こんにちは、こうなってました、さっきからあったんでね、すごいでしょ猫ちゃんだよ。どうです、結構、はい、話しましたね、深かった ね2人だから話せたね。カエリちゃんとか言ったら絶対こんな話しないよ、うん、しないよ別に言っても話してもいいけど、カエリは途中で変な話しか、確かに確かに、そう、あいこーっつってクリスマスねいいんじゃないかーっつって、うん、終わる？そうね、寂しいの？いや、そう寂しい、なにかわいいねかわいいね、でも 何話したっけみたいな感じではあるけど、でも配信だからこそちょっとこう客観なんて冷静になって話せる部分もあるだろうし、そうですね、もう説明口調で分かりやすくね、はい、でも別にあのプライベートでも一緒にご飯食べながらでも全然お話はできるので、まあそれぞれ2人ともあのあまり誘わない側なんです、そうなんです、受け身なんですけどさっき言った通り、でも意外と行動力ある、その行動を起こそうと思えば行動する、なんか意外な行動するねってよく言われる。あ、そうなの、いや意外みたいな、いやでも意外とね、そのやろうと思ったら動くので、うん、ひのちゃん誘うかな、全然いつでも、あとねもうちょっとしてねお酒飲めるようになったらまた盛り上がる、最近よく言われる、お酒飲めるようになったら飲もうねって、もうだって8ヶ月後とかでしょ、そうだね、もう、うん、そんなくらいですか、そうそう、マネージャーさんもねお待たせしちゃってるから、はい、終わりにしよっか、終わろっかな、よし、壇上の方を呼ぼうかな、うん、呼ぼう、どうやって呼んだっけ、あれですよ、こだこだ、13位秋野さん、かかしさん、ありがとうございます。12位むっちゃんさん、ゆこたさん、ありがとうございます。11位しんいちさん、まきまきさん、ありがとうございます。10位 FB さん、いかちさん、ありがとうございます。
9位陽一くんさん、ひらりさん、ありがとうございます。8位いちたさん、ストーンさん、ありがとうございます。7位突破球さん、ウエスタンさん、ありがとうございます。6位たむひろさん、てんちゃんさん、ありがとうございます。5位まるちゃんさん、おしょうさん、ありがとうございます。4位、コロコロさん、かんくろうさん、ありがとうございます。3位とうごさん、ふっちゃんさん、ありがとうございます。2位埼玉高校屋さん、ひよぽんさん、ありがとうございます。1位ひよりげたさん、近藤和弘さん、ありがとうございます。なんかさ、壇上読むとさ、コメ欄もそうなんだけどさ、マジではるちゃんとひのの、うん、そのファン層が違いすぎると思って、うん、公演もそう毎回思ってるんだけど、まあ、はるちゃんのファンの人が、うん、結構はるちゃん一筋みたいなとこがあると思うんだけど、そう、あのそう、なんか全然さ、なんか話その似てるとこはそこそこあると思うんだけどさ、なんかやっぱそれぞれ違うとこに惹かれてんだろうなと思って。わかるわかる。なんか私もね、そうよ、ひよちゃんと確かちょっと前に隣のレーンになったことがあったけど、うん、全然お見かけしたことない方々ばかりいや本当そうなのよ、そうなんですよ。だからなんか全然違うんだろうなと思って、うん、そう、それぞれ多分魅力が、なんか魅力というか、なんていうの、好きになるポイントね、ポイントが違うんだと思う。違うね、そう、きっと。そうなんですよそう ね別にそれがどうってわけじゃないけど、人として似てる部分を感じます、私は、うん、私昔からあのちっちゃい頃の私に似てるってはるちゃんが言ってたから、うん、それどういうことか本当に分かんない。え、だから村作ったりとか村作ったりっていうか、そういうなんか空想の世界で生きるとこが似てるっていう。空想の世界ですって、うん、ごめん、空想の世界です。でもだって最近会社って言ってるからということで、じゃあ長時間ありがとうございました。お邪魔しました。楽しかった、ま、たありがとう。またね、バイバイ。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もお疲れ様でした。またね、おやすみ村、バイバイ。